こんにちは、生活冒険家のナルです。僕は生活冒険家として、新しい幸せな暮らし方を探すという活動をしています。はい、その一環としてですね、約1年間、モバイルハウスという動くお家に住むなどをしていて、今はですね、そんな、動くお家が集まる部屋ごと持ち寄るシェアハウスぼちぼちというプロジェクトをやってます。生活冒険家としていろいろやっていく中でですね、いろいろ何でも自分で作っちゃおう、自分でやっちゃおうということでですね、DIY、 今回はですね、車検の DIY というものをやっていこうと思います。つまりはですね、ユーザー車検と呼ばれるものをですね、今回初挑戦していこうと思います。そもそもユーザー車検って何っていうところなんですけども、ユーザー車検っていうのは、自動車の持ち主が自分で、運輸局に持って行って、車の検査をするということを、言います。ほとんどの人はですね、車屋さんとかにお願いして、代わりにやってもらってるという実情なんですけども、もちろんですね、楽なんですけども、間お金がやっぱりちょっとかかってしまうというところでですね、今回は僕は、そこの、工程も全て自分でやってみようというふうに、思いました。はい、そんな感じでですね、ユーザー車検やっていこうと思います。でユーザー車検、大きく分けて、3段階ありまして、で、1つ目が、自分で確認できる部分をあらかじめ見ていくというところで、2つ目が、書類を揃えるというところ、そして3つ目、実際に運輸局に持って行って、検査をするというところになります。まずですね、自分で検査できるところを確認していこうと思います。じゃあまずはですね、ライトの確認ですね。ライト OK、 どっちもついてる。あとナンバーとっすね。 OK、 はい、じゃあ全部でですね、ウインカーのライト、あと、バックライト、テールライト、そして、プレートライト、ナンバーライトですね。はい、すべてのライトが確認できたので、次はタイヤの溝を確認していこうと思います。タイヤの溝は、1.6 ミリ以上、ないと引っかかってしまうということでした。タイヤはですね、これいつだったかな。新調したタイヤなので全然大丈夫そうですね。溝は 1.6 ミリ以上ありそうです。で特に目立った亀裂、ひび割れっていうのもないので、大丈夫かなと思います。さあ続いてガラスですね、特に傷やひびがないかっていうことさえ見れば、大丈夫です。はい、こちらも、目立った傷や、ひびっていうのはないです。フロントも、傷やひびっていうのはなしです。はい、右のガラスも、傷や、ひびはないので大丈夫です。はい、続いて次は、各種装備みたいなところを確認します。はい、こういったですね、シートベルトの取り付け部分大丈夫ですね。こちらのシートベルトも OK、 あとは運転席のこういったホーンマーク OK ですね、ありますね。今回ですね、この発煙とこっちか、この発煙筒の有効期限が切れていたので、新しく新調して、こちらを設置していこうと思います。1本ですね、700円ちょっとぐらいなので、そんな大きな出費にはならないですね。あとはワイパー、ワイパー本ともに OK ですね。よいしょ、あとは、こちらのメーター周りの、警告灯が点灯してないかですね。ちょっとこっちを確認します。よいしょ、大丈夫。シートベルトも締めれば OK。 そして最後にマフラーですね。マフラーが壊れてないか、あと、排気漏れしてないかっていうところを確認します。はい、とこんな感じでですね、確認ができたので、
次はですね、危ねえ、サイドブレーキ忘れた。そんな感じでですね、自分でできる確認が終わったので、次はですね、書類の確認に行きたいと思います。まあ、とは言ってもですね、自分であらかじめ揃えられる 書類っていうのはもう本当にほとんど車検証に、入ってるような、ものになりますので、そちらを確認した上で、残りの必要な書類っていうのは、運輸局の近くで、ある代筆屋さんにお願いしようと思ってます。はい、そんな感じでですね、まあ、最低限の書類、揃えていこうと思います。まずはですね、自賠責の保険、これがですね、新しく更新しないといけないので、ここでですね、代筆屋さんで更新を済ませてから、車検に向かいたいと思います。じゃじゃん、自賠責保険更新完了しました。ねえ、これで、やっとですね、書類を確保に行けるという感じですね。この保険の更新だけは自分で、やる際に必ず必要なので、注意してください。なんかですね、今年の4月、2020年の4月からですね、この自賠責保険が、全体的に安くなっているそうでですね、去年よりも2300円安くなってました。はい、はい、そして書類が全部で、揃いました。まずですね、車検証、重量税の納付書、自賠責保険の、新しいのと古いの、自動車検査証と、あと、こちらの手数料、証紙ですね、継続検査の申請書、重量税の納付書、整備記録簿ですね。まあ、これでですね、書類が出揃ったので、まあ、時間が来たらこちらの書類を確認して、実際にこちらの検査場の方に行きたいなと思います。で、実際この、受付っていうのは僕の場合は12時45分からなんですけども、これらの書類を書いたり、あと証紙を集めたり、購入したりっていうことに関しては、その時間前でもできるので、早めにですね、検査場に行って、でこういった書類を集めておくと、スムーズに、すぐに、検査を受けられるかなというふうに思います。午後でいうと、5人目ぐらいのところに並んでいたので、まあ、すぐ行けるかなと思ったんですけども、まだ午前中の、列が残っていてですね、まあ、ざっと20台ぐらい並んでるのかな。はい、まあまあまあ、これはまあ仕方がないということで、しばらく、こちらの列ついて、やっていこうと思います。はい、おっしゃワイパー、はい、車駅も出ます。あ、中が入ってないかな。あとで見ますね。はい、鳴らしてもらっていいですか。はい、実は座席上げなきゃいけないんで、こっち外しますか。あ、ここそのまま持っててもらって。はい、ファイヤーです。はい、はい、バックギア、はい、
こんにちは。もっと。はい、止めてもらって。はい、書類見せてもらっていいですか。はい。お願いします。じゃあね、排ガスの検査に座れてもらって。はい。じゃじゃーん、車検証が手に入りました。イエイエイ。まあ、これをですね貼って完了というところになりますね。まあ、やってみてってところなんですけども、正直そんなに難しいところはなくて、まあなんかこう分からないから不安みたいなところはあったんですけども、結構簡単に通すことができました。はい。まあ、ちょっとですねこの後帰ってからですね、まあ、いくらお金が安くなったのかというところを計算してみようと思います。はい、じゃあ帰ります。はい、ということでですね、車検の、お金というものを計算してみたんですけども、まずですね、自賠責保険に15,050円、検査手数料に1,700円、そして重量税に13,200円ということでですね、計29,950円、約3万円のお金がかかったという結果になりました。で、昨年自動車屋さんにお願いした時はですね、7万円のお金がかかっておりますので、前年比 43% ということでですね、金額を半額以下に抑えるということができました。まあ、本当繰り返しになっちゃうんですけども、セルフ車検、特に難しいことはなくてですね、誰でもできる内容だというふうに感じました。これも暮らしの DIY ということでですね、自分で車検をして、ね、ライフコストを落として、自由な時間を使うと、そんなことが、できる人が増えればなというふうに、思っております。はい、こんな感じでですね、暮らしに関わる、DIY、他にもいろいろ挑戦してですね、動画配信していきたいなと思っておりますので、ぜひぜひそちらもお楽しみにしてください。というわけで、セルフ車検の、動画というところでした。はい、見てくれてありがとうございます。